総本山如意寺、弁天宗は、大森里志弁によって開かれた、日本の仏教の宗派。高野山真言宗の流れを組み、仏教系心宗教に分類される、宗教法人である。大阪府茨城市に本部を置く。総門は、貴教門。貴教は、奈良県五条市の支花に公募により制定でもある。系列の智弁学園高等学校。 市弁学園和歌山高等学校は高校野球の競合、甲子園の常連校として全国的に有名である。弁天宗は1934年に奈良県内郡野原村の住林寺住職である大森市長の妻であった大森里市弁が大弁祭天女村により典型を受け、それにより信者や訪問者への相談や行を行ったことに始まる。 その後1948年には夫の大森知将が第一世館長となって弁天皇を結成し1952年に弁天衆となる。1965年には新言衆の高野山改装1150年記念大法への同志を大森知将が副同志を大森里弁が務める。2002年には立層50年を機に 包括宗教法人としての弁天宗の設立登記が行われている。第二世官庁の大森次象は、佐藤弁、知性夫妻の長男にあたり、第三世官庁の大森交渉は、自、章の子である。五行のお里氏間の教え、根本教理。ありがとうございます。